オリンポス BX51、微分干渉顕微鏡、微分干渉顕微鏡は、光学顕微鏡の一種で、非染色の資料のコントラストを高めて観察することができる装置である。光学系の中核をなすプリズムの開発者である、ノマルスキーの中から、ノマルスキー型微分干渉顕微鏡などとも呼ばれる。微分干渉顕微鏡では、 観察資料の光学密度情報を得るために、干渉文光の原理を利用しており、通常の透過光観察では見えない構造を可視化する。光学系はやや複雑だが、灰色のバックグラウンドの中に、濃淡のついた対象物の像が得られる。この像は、位相差顕微鏡のものと似ているが、対象物の周囲にハローを伴わない点が異なる。微分干渉は、 光言から得られる変更を2つに分割し、資料のわずかに異なる2点を通過させた後で、再び合成することで可能となる。異なる点を通る光には、倍質の屈折率の違いや、経路上の際から異相差が生じる。異相差の生じた光を再び合成すると干渉が起こり、増加的干渉が起こった部分は明るく、逆に減災的干渉が生じた部分は暗く落ち込む。 その結果、資料の光学密度の差異を反映したレリーフのような像が得られるのである。微分干渉顕微鏡の航路微分干渉顕微鏡の航路構成は、通常の名詞や顕微鏡に2枚の偏光板と2個のノマルスキープリズムを追加したものである。したがって、これらのパーツを航路から抜けば、名詞や顕微鏡として、ノマルスキープリズムのみを抜けば偏光顕微鏡として、 利用可能である。微分干渉像の出来方正方形の資料の見え方の例微分干渉により得られる像は物体に斜めから光線を当てたような強い明暗のある立体的なものとなる。陰影を生む光線の方向はノマルスキープリズムの向きによって決まる。前述のようにこの像はわずかに異なる二つの名詞や像の合成によって得られたものである。 各像の位相差は、増加的干渉あるいは減災的干渉によって、明暗に変換され、微分干渉像特有の立体感を生んでいる。この位相差は一般に非常に小さく、波長の1、4を超えることは滅多にない。これは、観察される資料の屈折率が、資料以外の部分と似通っているためである。例えば水で封入された細胞の屈折率は、 周りの水と0.05ほどしか違わない。この小さな異相差が、微分干渉顕微鏡の機能上重要な役割を果たしている。もし資料とそれ以外の部分が生む異相差が非常に大きく、例えば波長の1、2に迫るような値の場合、生じる干渉は完全な原彩的干渉となり、相殺されて、深幅例となった光が真っ黒な微分干渉像を作る。さらに、 波長一周気分の異相差が生じた場合には、異相差はないに等しく、干渉は完全な増加的干渉となり、通常の名詞や像と何ら変わりのない、微分干渉像が生まれることになる。微分干渉顕微鏡は、組織培養された細胞や、水中の単細胞生物、線虫やダニのような微細な多細胞動物の非染色標本など、非染色の生物資料を観察する上で、 大きな利点を持つ。観察像の明瞭さや解像度の高さは、通常の名刺や顕微鏡の追随を許さない。微分干渉観察が向かない資料は、透明でかつ、周囲の物質と屈折率があまり違わないものである。また、組織切片のような厚みのある資料や、色素を多く含んだ色の濃い資料の観察にも向かない。他にも、 非生物資料の大部分は変更性を持っているために、微分干渉観察は不向きである。最適条件の下で得られる微分干渉像の増質は非常に高く、またアーティファクトを生みづらい。しかしながら、微分干渉像は常にノマルスキープリズムの方向を勘案しながら解釈しなければならない。特にプリズムの向きに平行な構造が見えない点は注意を要する。 しかし、これは資料を回転させて観察することで容易に克服できる問題である。非染色の生物資料の代表的な観察機器としては、微分干渉顕微鏡の他に異相差顕微鏡がある。両者にはそれぞれ長所と短所があり、場合によって使い分ける必要がある。形相の異相差像と微分干渉像どちらも資料のコントラストを強調して観察可能な点は、 同じである。位相差ではおおよそ資料の厚みに応じた濃淡がつくのに対し、微分干渉では厚みや屈折率の変化量によって影がつく。したがって、位相差では資料全体のコントラストが強まるが、微分干渉では物体の輪郭のみが強調される。位相差顕微鏡では光源の光が位相差版によって大幅に減光されるため、視野は暗い。 微分干渉の場合もポラライザ及びアナライザによる現行は避けられないが、位相差ほどには光は失われず、比較的明るい視野を保つ。位相差の像は物体の周囲に波炉を伴っており、これがコントラストを上げて暗い視野の中での視認性を上げている。しかし、厚みのある資料では逆に波炉が過剰となり、解像度が低下する傾向がある。また、異相差では、 被写界深度外の資料にも強いコントラストがつくため、目的物以外が含まれる雑多な資料の観察には向かない。微分干渉特有の制約として、ポリスチレンのような合成樹脂の容器に入っている資料の観察に向かないということがある。これは多くの合成樹脂は、際はあるものの変更子としての特性を備えており、これが航路に入ると微分干渉で重要な変更の 振動面がか乱されるためである。ゆえに、航路に入るものは、気象室であるガラス製の容器や、スライドガラスを使わなければならない。ありがとうございます。